始動します。晴れ渡る空の下行われる東京レース場芝2400レジェンドレース、18人の馬娘たちが挑みます。注目のミホノブルボン、十分に勝利を狙えますよ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ウイニングチケット、ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。一番人気ウイニングチケット、ミホノブルボン、快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのはミホノブルボン、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは8番、3番手に1番、およそ5馬身開いて岩早秀、5番手14番、さらには2番、その外並んで4番、その後5番、およそ5馬身開いてウイニングチケット、少し後ろから7番、外には13番、その内並んで6番、外から成田大進、内から11番、内から行く10番、そして外目をつきましては18番、後方2番手に16番、最後方ポツンと1人、17番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ19馬身、前から大きく開きました。隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返っていきます。先頭ミホノブルボン、レースはよどみなく進んでいます。続きました8番、3馬身離れて1番、琵琶早秀、並んできた1馬身離れて2番、そして外目をつきましては14番、内には4番、外を回りますウイニングチケット、内から5番、残り 1000m を通過、その後から7番、差がなく成田大進、1馬身離れて6番、その後ろから10番、それを見るように13番、少し後ろから18番、それを見るように11番、大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ウイニングチケット、外で足を溜めています。気持ちよく逃げている。ミホノブルボン、ミホノブルボン、花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。全出力アップ、ミホノブルボン発進。最終コーナー、先陣を切ったのはミホノブルボン。ミホノブルボン速い、もはや独走状態。残り400、ウイニングチケット、食い下がる余裕の走りだ。2番手との差は縮まらず、これは圧勝ムード。200を通過、ミホノブルボン、これは決まったか。後ろは大きく離れたぞ。ミホノブルボン突き放せ、ミホノブルボン大差で今ゴールイン。圧倒的な実力差を見せつけレースを制した。気力を尽くした消耗戦、勝ったのはミホノブルボン。2着はウイニングチケット、3着に入ったのは成田大進。全機能確認、オールクリア、完璧な勝利です。